もう早くからたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。さあ早いものでもう7月に突入しましたね。そうですね、はい。まあ普通の時期に入ったんですけれども、はい、まあ、昨日もなんとかお天気持ちましたし、そうですね、今日もね皆さんのパワーで雨雲を吹き飛ばして、はい、最後までね試合観戦楽しんでいただけたらと思います、はい、ちょっとねまだ雲が多いようなんですけど、はい、皆さんのパワーでね吹き飛ばしましょうね。はい、はい、昨日からは東京ヤクルトスワローズを迎えての3連戦となっています。そして今日と明日はつば九郎がここ甲子園球場に来てくれています。もうつば九郎の人形など掲げて、ね、お待ちかねの皆さんもいらっしゃるんですけれども、お待ちかねですね、はい、なんか昨年もねつば九郎の甲子園のレフトスタンド前で5回裏のメガホンダンスタイムの後にトラッキーがメガホンを置いてバク転したんですけれども、そのメガホンをなんとあのちりとりとほうきでこう拾って持って帰ったの、うんうんとね、かなりの方がうなずいてくださってるんですけれども、まあ今日明後日も何か起こすんじゃないかとちょっとねそちらの方も期待してもらいたいなと、はい、思います。はい、さあそれではですねここからはマスコットステージで試合前から盛り上がっていきましょう。はい、ではもう早速なんですがマスコットのみんなを呼んでみたいと思います。それではまず阪神タイガースのヒーロードラッキー、さあ皆さん拍手でお迎えください。そして東京ヤクルトスワローズからつば九郎の登場です。つば九郎こっちでドラッキー、どうぞステージにお上がりください。上がられへん、そんなに高くないと思うんだけど、大げさすぎるやろ早速。はい、つば九郎の登場です。拍手。久しぶりの甲子園どうですか、つば九郎。さすがですね。なんか全然気が出てないな。まあまあまあ、まあ、堂々としてね。はい。あ、もう早速書きたいとね。なるほど。なんか持ってますけれども。それではですね、トラッキーとつば九郎が揃ったところで、早速、はい、本日のマスコット対決のタイトルを発表します。はい、本日の対決は、マスコット大喜利対決です。ルールはですね簡単です。こちらの箱の中にある封筒を1枚取ってもらって、その中に書いてあるお題に対して答えてもらいたいと思います、はい、まあ、何々といえば〇〇という感じですね。そうですね、はい、では、まあ、意気込みなんかもせっかくなんで聞いてみましょう。ドラッキーどうかな、この人もう任せろと自信満々やね。はい、じゃあ期待したいと思います。え、つば九郎は眉子議員といえばこのハゲ。あ、ちょっと、まあ、今ねよくねニュースとかでも皆さんご覧になると思いますが、早速ホットなニュースを持ち込んできたね、つば九郎。はい、ということで早速では始めていきたいと思います。ではまずはつば九郎から封筒を引いてください。取るね、取るね、取るね、ちょっとふわっとしたけど、ありがとう、ありがとう、ちょっと取るね。はい、ではお題の方、なんか書いてる、真中監督を思い出す、あ、これもちょっと、いやー、あの時はね、ありましたね。高山選手のあのドラフト会議、まあ、結局阪神タイガースの方にね入団されたんですけれども、まあ、それを確かにちょっとふと頭によぎりましたね。はい、ということでつば九郎お題出ましたよ。はい、では1つ目のお題は阪神園芸さんといえば、阪神園芸さんといえば、さあじゃあシンキングタイムスタート。トラッキー考えてる間それ動いてるけど大丈夫、考えれてる。つば九郎もう早くお手が上がりました。はい、上がりましたね。はい、じゃあつば九郎から、OK、あ、もう見せてもらってる。はい、はい、
安い時給で働く、いや、そうなの、よく、なんかそんなこと知ってんの、想像じゃないの、ほんまに。でもまあ、阪神園芸さんはね、もういつもコンディションを整えてくださってますから、本当にありがたい存在ですよね、本当に。でもね、リクナビで調べた、えらい熱心やな、興味あるんだよな、もしかしてあれ、え、阪神園芸さんに入りたいとか。そういうことやった。じゃあ今日、ちょっと今日楽しみにしとくわ。で、園芸者にも乗りたいんや、なんかね、憧れがある。はい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 、まあ、ちょっと見てみたいですけど、ちょっと何それ、バックス、まあ、助手席誰もおらんと思うけど。はい、ということで、松葉クロありがとう。はい、では、トラッキーお待たせしました。トラッキーはジェスチャーで皆さんに伝えてもらおうかな。はい、発表お願いします。日本支援芸さんといえば、おお、なんか丸を描いてるね、丸丸、うんうん、うんうんうん、反対側の皆さんね、なんかこれ見たことあるね、あなんか、うん、うんうんうん、地球、地球、地球、あ、はい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 、地球の地球1、地球1、なるほど、なるほど、世界1ってことかな、そういうこと、あ、なるほど、そうですよね、阪神園芸さん、いつもね、グラウンドのコンディションをバッチリ整えてくださってるということで、本当ありがとうございますというところですよね。はい、世界一というふうにトラキは言ってくれました。はい、まあ、まだ時間もね、はい、あるみたいなので、2つ目のお題に移りたいと思います。はい、じゃあ次はトラキが聞いてもらおうかな。トラキ、はい、トラキはね、入るわね。さあ、じゃあもう皆さんにドドンと見せてください。お、これは来た、これはもうなんかガッツポーズ上げてるけど、皆さんにお題見せてください。お題はオールスターゲーム。はい、ではオールスターゲームといえばということで、じゃあ、つばくろとトラッキー、答えの方考えてください。はい、今年も開催されるマイナビオールスターゲーム、そうですね、先日もね、はい、うんうんうん、考えた、もう OK、 トラッキー、 OK な、トラッキー早いな。じゃあ、せっかくやからトラッキーから聞いてみましょうか。はい、じゃあトラッキー、オールスターゲームといえば、4、タイガース、タイガース、ね、うんうんうん、あ、4人の選手が選出されたと、やったーやったーと、ということですね、そうですね、阪神タイガースからも ね、4人の選手、先日あの ファンの方の皆さんの投票の発表出ましたよね。はい、選手間投票も出ましたね。はい、はい、さあ、つばくろもできたのかな、阪神、オールスターといえば、出そうな選手がすべて怪我人だ、出そうな選手がすべて怪我人だ、それは、うんうん、まだ続きがある、うんうんうん、誰も出れない、誰も出れない、嘘、そう来る、いやでもせっかくね、4人の選手、タイガースからはね、我ら阪神タイガースからは選出されたので、4人の選手の活躍見たいですよね。もうつば九郎、そんなこと言っちゃって、まだまだ今から始まるというのに、ちょっと突っ込みすぎた、まだあんのか、なんかちょっとまだ続きがありそう、続きがあります、うんうん、秋吉くん、さようなら。まあ、これもすごい昨日の話なんですけれども、はい、まあね、うんうん、そうですよね、昨日ね、ちょっと緊急でね、あの違う選手があの登板されたんですけれども、最後にね、まあ、まあ、そういうこともありますけれどもね、お互い様ということでね、頑張ってもらいたいですよね、頑張っていきましょう、同じリーグ、セリーグとして頑張ってもらいたいと思います。慰めてくれてるのに、トラッキーが、はい、ということで、じゃあ最後行きたいかな、あ、なんか書いてる、でもまだ選手貸してそんな簡単に貸せるもんじゃない、そんな簡単に貸せるもんじゃないな。はい、ということで最後のお題に移りたいと思います。はい、じゃあ最後お題、じゃあトラッキーもう一回引いてもらおうかな。はい、
最後のお題はさあ何でしょうか。トラッキー皆さんに見せてあげてください。何ですか？バレンティン選手。バレンティン選手、バレンティン選手といえばということです、ね、これちょっといろいろありそうですね。いろいろ出てきそうですね。いろいろ出てきそうですね。ちょっと皆さんの期待も膨らみますね。期待したいと思います、ね、はい。皆さんももしかしたらなんかいろいろポンポンポンって出てきてるんじゃないですか。あ、もうできた。じゃあマクロから。ムラがありすぎる。まあ、うん、調子いい時はすごいいいってことですからね。ホームランもねたくさん打たれますね。はいはい、トラッキー、うん、うん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 、めっちゃ打つ。あ、何本も打つと。ホームラン打つと。あ、確かにそうやね。そうやんね。ホームラン確かにいっぱい打てますね。あ、はい、次はどうぞ。年俸に見合ってない。それどういう目線で。厳しい、厳しいな。そういう年俸のこともちょっと扱ってんの、もしかして。松葉九郎の年俸はヤクルトなんですけれどもね。はいはい、じゃあ皆さんにもう一度見せてください、はい、乱闘は年俸並み。まあこれもちょっと笑いにしちゃっていいのか。今シーズンの初めにもう早速ね、あの京セラドームで、まあ、そういうシーンも ありましたけれども、はいはい、ではマスコット対決もそろそろ終わりに近づいてきました、うんうんうん、はい。でもなんかつばくろまたなんかすごい言いたいことがあるそうなんです。最後ね、最後ね、つばくろ。藤波くんは嫌いだと言っている。いや、そう、ほんまに聞いた。いや、どうかな。いやいや、まあでもね、対戦するときは皆さんもやっぱ熱いですから。そうですよね、熱い気持ちで皆さん戦ってますからね、うん、はい、はい、ということで以上マスコット対決でした、はいということでね、はい、明日も対決ありますので、はい、こちらの皆さん楽しみにしておいてください。では、はい、せっかくなので写真撮影。次はお天気。次はお天気。お天気じゃなくて、次はせっかくやから写真撮影。そうだよ、マクロとトラッキーの写真撮影をしたいと思います、はい、3方向に向いてですね、皆さんの方にポーズを決めますので、皆さんお手持ちのカメラでご自由に撮影の方よろしくお願いします。それでは向かって右側のお客様から行こうか。つばくろトラッキーと一緒に方向いてね。そう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 、そっちだよ。逆逆右、そうストップ。はい、でははい、では5秒数えます。はい、5 4 3 2 1。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では正面の、あ、横のお客様から行きますか。じゃ反対側の、はい、はい、はい、ではポーズお願いします。いきますよ、5 4 3 2。見えんやん、つばくろ。はい、では最後正面で最後です。いきますよ、5 4 3 2 1。はい、ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございます。でも、マスコットたちの絡み、皆さんね、今日も楽しみですね、はい、ご注目ください。はい、はい、それではですね、この後12時40分からは私たちタイガースガールズのダンスパフォーマンス予定しております。はい、皆さんぜひそのままそのままお待ちください。はい、ということで以上でマスコットステージはこれにて終了です。皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございました。